ここは JR 蒲田駅からすぐ近いボトルコーヒーもビルの老朽化で建て替えということで空いてますね。この通りの奥なんかも結構空いてる住宅が多くてですね、不動産屋さんも結構ありますね。この奥の方なんかもかなり空き店舗や空き家が増えてますね。ここも空き家でしょうかね。ベニヤ板が張られているので使われている建設はなさそう。こちらもテナント募集ということで、駅からかなり近い場所ですけれども空き家、空き店舗が。こちらのファミリーマートも京急蒲田駅からほどなく近いところなんですけれども閉店というふうになってますね。こんなに閉店が多いのってどうしてなんですかね。後ほどちょっとその辺は解説したいと思います。はい、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は大田区がなんで空き家が多いのかというテーマなんですけれども、はい、これ画像にあるように日本の中でもトップ2ですよね。はい、まあ日経新聞でも最近出てましたけれども、1位は世田谷区で、2位の大田区もやっぱり空き家の数という意味では4万8000戸以上ということで非常にこう多くてですね、理由としてはやはり65歳以上の人口が、まあ、世田谷区も大田区も比較的こう多くてですね、そして旧耐震基準、昔のその耐震性があまり強固ではない、まあ、そういう建物が多いというのも理由の一つとして挙げられると思うんですね。そういう建物だと結局例えば相続をしてその建物を解体して売却する、換金するというふうに思っても、その解体の費用が結構な金額がこうかさんだりとか、なかなか相続人の間でも話し合いもまとまらず解体することもできず、そのまま残ってしまうということが多いんだと思いますね。逆に不動産投資としては穴場の場所なんですか。地域ごとのその不動産会社さんが、もしくはそのご家族がそれをこう解決できたとしたら、それはそこをまた開発してマンションを建てたりとか、その需要自体は根強くありますから、解決できたら不動産投資の場所としては最適かもしれませんね。そういうことなんですね。はい、じゃあ世界不動産注目の大田区、そして蒲田、はいはい、皆さんよかったら見てみてください。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。